どちらまで行かれますか。そうですか。また夜。
か売ってんの？何見てんの？はいはい、相手にならないんじゃない？よし、行くぞ！新館か。小さい頃ここで家族写真撮ったんだよね。私も菜の葉も緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってや。まあそれは否定しないけどね。あれでも、おい、いや、余裕だよ。よし、行くぞ。新館か。小さい頃ここで家族写真撮ったんだよね。私も菜の葉も緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか。まあそれは否定しないけどね。あれでもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか、ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。そうだね。ねえ、今度みんなで写真撮ろうよ。写メでもいいからさ。ねえ、そうだな。調子いいみたい。出てんねえよ。何見てんだよ。後悔すんなよ。俺の番だな。やんのか。痛めつけてやるよ。じゃあこら。ほら来いよ。見てろよ。絶対負けない。こっち。やめんな。行くぜ。やめんなよ。おい、おい、手加減なんだ。行くぞ！よし！
気が殺してやがる。なんだ。おい来た。なめんなよ。やってみろ。おい。私の番ね。どちらまで行かれ？それでは。どちらまで行かれ？それでは。何見てんだよ。乗ってくぜ。いい加減しねえぜ。
私の番ね。ほら来いよ。強くなっちまったか。まだ成長できるとはな。はい、条件は。新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。こちらの資格でよろしいですか。見てなさい。やのか。来いよ。
で行かれますか？そうですか。どちらまで行かれます？それでは。応援。しています。いくらでも戦える。何か。お疲れ様でした。シャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。ふう、気持ちよかった。あれ、もう風呂上がってたのか。すまねえ。別に、男の裸なんて見慣れてるわ。まあ、それもそうか。足立さんとナンバーは？まだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日半品貿易公使が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは
買ってるのは産休品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。ええ、多分現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところが反品貿易講師は1万円で売ってるみたいなの。え？1万で仕入れたものを1万で売るって？それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこの奴らは反品リューマンなんだ。へえ。私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ。当たり前だろ。当たり前？そうさ、俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か？正直言うとね、仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから。そういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけねえ。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ。ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？お？おう。でも実際そうだろう。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう、あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。うん、どうした？なんか深刻な話か？うん、まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜ケーキ漬けにここで一杯やろうぜ。でも打ち合わせがよ。店長の形見の大入りあるだろう。ダメだダメだ、俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは酒のこととなると人が変わるんだよな。違法風俗反対！一人称から撤退せよ！ブリーチジャパン。なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧ください、この不潔極まりない建物。そう、ソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おお、我々の勝利です。この町に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一帯全てのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、
まだいたんですか。我が町の害虫の皆さん。お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょ。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだそうだ。ほら聞こえだろ。消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん、チンピラの本性がむき出しだ。未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかじめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあもうこの町から出て行ってくださいよ。こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか。自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に旅立たれていった。なんだと。野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首を吊ったあの男の姿を思い浮かべると。大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えな、クソ野郎。よせよ。ダメだぜ、サッちゃん。なんでよ。バカが。もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。え？クソ野郎。こんぐらいやろ。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。なんだバットなんか持って野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け同志たち。全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。ここまでだ。ここにしてやる。よし行くぞ。かかってこいよ。やんのか。来やがれ。来なよ。やるか。やってみろ。絶対負けない。とっておきだ。来い。よし。舐めるな。とっておき。おい、舐めるなよ。聞いてろよ。とっておき。よいしょ。これがボックか。逃げるなら今のうちだ。来なよ。来いよ。かかってこいよ。こっち来いよな。こいつで。じゃあ俺の番だな。
発揮してあげましょう。俺の番ね。やめんなよ。見てろよ。さて。かかってみなよ。やめろよ。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだ。見てなさい。どうするかね。してみろ。やってやるぞ。やってやろう。じゃあこっち行くぞ。見せてやるよ。よっしゃ、あっちだ。一つ上の男。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。見ててすっきりしたぞ。オンに切るぜ。ざまあ見ろってのいい気味。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよ。でもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんかい。あれで吹っ切れて連中の本性も分かったしな。それに、それにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いや久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって褒めすぎだよあんたら。いや俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられん。だよな。清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。オンに切るぜ。あんたらがいりゃ俺からも頼りにしてろ。またスカッとやっつけてくれ。うん？お休みかな。野々宮さん、鎌滝ですけど。あの、何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え？ああ、いや、ひょっとして知らない？はい。その野々宮さんは亡くなったんだ。え？うん、
この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん名前は？私はエリ、一番製菓という会社で社長をやってます。エリちゃんか、社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番製菓っていいな。俺も名前一番って言うんだよ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番おいしい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存じない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番製菓ってことはお菓子屋だろ？風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。偉人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前、父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。本当、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直してこのうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。いや、しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、
偉人町で大きな会社を経営する。それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだからどこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから、うん、さてじゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ。悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私。本当に情けない。エリちゃん、よし、わかった。え、何が？姉ちゃん、安心しろ。あんたの会社、俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え？いいんですか？おう、どんと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番正解なんて。運命感じるじゃねえか。なあ、お前何言ってんだよ。本気か？だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。わかってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ。そ
それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しかお前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おう、あのやっぱ俺だけ。春日さん、その本当にいいんですか？え、なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます、春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。お前らな。ここがうちの会社です。1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔からここなのか。はい、ただ騙される前は従業員も多かったから、もっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされて、また元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ、へえ、ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん、野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。鎌滝トメじゃ、よろしゅう。トメさんか。春日一番だ、よろしくね。うん、ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？本当にもうすみません、春日さん。いや、なんて鶏が。その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在で、とってもいい子なんで安心してください。おいしい卵も産みます。おお、よろしくな、コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか？わかった。経営の仕方を説明します。準備はいいですか？おう、いいぜ。それじゃあひとまずやってみましょう。
よっしゃ、営業開始だ。じゃあ始めますね。ラッキーいいわね。ラッキー。仕方ないの。今回の営業結果です。やべ、これは厳しい。大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです、割と簡単でしょ。なるほどな。ってちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるけど全然赤字じゃねえか。痛いところをつきますね。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい。お金を使って設備をグレードアップするとか、広告を打つとか、優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金は？ありません。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考えるのが彼氏の仕事じゃ。マジかよ、とんでもねえものを引き受けちまったな。わかったよ。じゃあとりあえずどうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ。でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし、また借金するしかないですかね。せっかく野々宮さんに返済してもらったのにな。彼氏誰かおらんのか。資産家の知り合いとか、金持ちの親友とか、石油王の幼なじみとか。俺はヤクザ上がりの無職だぜ、そんなのいるわけ。あ、どうしました。いや、一人いるな。というわけなんだよ。頼むよニック尾形、俺はこの会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。少しでも構わねえから出資とかいうのをお願いできねえかな。え？ニック・オガタ？エクセレント！一番の人を思う心、すごく胸に刺さったよ。感動した、エモーショナル。お安いご用さ、僕が君の会社に出資してあげよう。本当か？サンキュー、ニック・オガタ。だが僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。条件？ああ、それが飲めるなら出資を約束しよう。マジかよ、やるやる、何でも来いだぜ。で、条件っていうのは？まず1つ目は会社の資金をマイナスにしないこと。要は僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならないようにしてくれ。もしマイナスになったら、こちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？あ、もちろんだ。よろしい。では2つ目、決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング？ああ、会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。そのランキングで100位以内に入ってくれ。まあ一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内になって余裕だと思うよ。だから緊張感を出すためにも期限を設けたい。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？分かった。で、3つ目は？最後の条件は、時間はいくらかかっても構わない。最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ。
株価ランキング1位。まあ簡単に言うと、横浜のてっぺんを取れ、横浜で一番の企業になれってことさ。それが約束できないような経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるに決まってるだろう。よくわからねえけど、やるなら一番だ。横浜で一番成果を、一番でけえ会社にしてやるさ。交渉成立だね。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり、社員を入れ替えるなり、教育するなり、好きにするといいよ。わかった。ありがとうよニック大型。感謝の必要はないよ。君の会社が無事に育ったら、こちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあアディオス。こ、ハネジア彼氏、やるじゃないか。お主になら抱かれてもいいぞ。本当にありがとうな、ばあさん。気持ちだけ受け取っておくぜ。すごいです。ありがとうございます、春日さん。お礼ならニック大型にいな。それにただもらえたわけじゃねえ、条件付きだ。資金をマイナスにしない、期限内に株価ランキングを100位以内にする、そして最終的に株価ランキング1位を獲得する、の3つですよね。ああ、ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。その約束は絶対守らねえと。100位以内か、難しいかもしれんが、頑張るしかないの。じゃあ早速この資金を使ってうちの会社の立て直しを始めましょう。春日さん、準備ができたら声をかけてください。わかった。ニックさんの資金を使って会社の立て直しをしたいと思います。準備はいいですか？おう、いいぜ。それじゃあ早速やってみましょう。任せんしゃい。わかったわ。ありましたらまた。
残念ですが、また。よっしゃ、営業開始だ。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。いいわね。いいわね。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやったぞ。よっしゃ、黒字が出たぜ。すごい、やりましたね。ニックさんの資金のおかげですね。やっぱり投資すると経営状況は良くなるんじゃの。稼いだ金をどこに使うかがやはり経営は大事じゃな。うん、人を重視するのか設備を重視するのか、やり方はいろいろあるけど、今だけでなく未来を見据えたお金の使い方が大事かもしれないね。未来を見据えた金の使い方か。経営ってのは決断の連続なんだな。奥が深いぜ。でも一度黒字が出せましたし、ここから軌道に乗せていくことはできると思います。絶対一番成果を復活させてみせる。株価ランキング100位以内を目指して頑張りましょうね、春日さん。いや、春日社長。おう。長い一日だったな。そういや、明日はまた半品貿易講師のナイトか。今日は部屋に帰って寝るか。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょうってお前も当たり前のように言うな。言うでしょ、仲間だし。ほら、さっさと帰るわよ。まさかあいつ俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつもは悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。え、お前料理できんのか。できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なあちゃん、荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でもなんだ、なんかこれでいいのかなって思う時もあってよ。まあ確かに俺らと一緒に危ねえ橋を渡ってるわけだからな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ、応援すべきなんじゃねえのか。ああ、そうだな。じゃあちょっと
っと行ってくるから。おう。はい、シェイシェイ。次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。あれ、足りない。監督さん、すみません。どうした？金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。ワーウィス、シャウトゥーダーシェンチンジェンディーラ、シャツ1、フゲニマン。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话，东西我们可要收回去了。知道了，我去银行抽钱回来。30分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊。放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あ？あの木箱は確か。なんだこれ。ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか？知らねえよ。喂、钱筹好了没？あ、お金はまだ。不好意思，让你们久等了。え？偽札？あ、あれは偽札に間違いない。まさか、そんなことが。だってどう考えたっておかしいだろう。支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか。いや、現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえ。でも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだ。2階にでかい金庫があるんじゃないのか。そこに大量に金をしまってるとかよ。だったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない。うん、そうだけどよ、単純に準備するのが面倒くさかったからとか。でも仮に金庫があったとして、それなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ。そうだよな。だからさっきの営業担当の連中が来た時には実際に金はどこにもなかったのさ。でもお金は出てきた、あの建物のどこかから。そこであの木箱の登場だ。覚えてんだろ、箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見た時、紙の入った箱があっただろ。ああ、あの紙束の入った箱のことだな。現場監督は支払いをする前、あの箱を2階に持って行ってたんだ。じゃあまさかあの紙が。多分あの紙は偽札の原料に違いねえ。あれを使って急いで偽札を刷ったんだ。じゃあ2階に偽札をする設備があるってことか。ああ、多分な。そんならここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことか。いくらなんでも大胆すぎねえか。いや、ありえるわ。ここでは取り扱う全ての商品を現金で買い取ってるの。これだけ大量の取引があるのに全部現金よ。今時さすがにおかしくない？まあそうだな。
頑なに銀行を通さないのには絶対に何か理由があるはず。その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよね。俺もそう思う。もうなんだよ、二人だけで納得してんじゃねえよ。現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ。銀行振り込みじゃその手は使えない。そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ。なるほど。つまり仕入れがほとんどタダなわけだからな。おまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ。大胆だがよく考えられたしのぎだぜ。社長の真淵はなかなかの切れ者だ。むしろ真淵は花から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえ。マネーロンダリングってことか。無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある。海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるって。ただ普通は海外の偽札を作っても日本円に換える手段がねえだろう。銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう。だけど真淵は現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ。毎日入ってくる食材はロンダリングの隠れ蓑に過ぎねえわけか。とにかくこれで真淵の不正の尻尾がつかめたってことよね。これをネタに脅して真淵を呼び出せればね。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠をつかんで真淵に突きつけなきゃ。向こうも出張っちゃ来ねえぞ。だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み取りすればいいんじゃない？そんな簡単に行くかな。2階は忍びの要だ。警備も厳しいに決まってるさ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。そんな危険を犯さなくたって偽札をこっそりと1枚持ち帰ればいいんじゃね。サイコは支払い係なんだしよ。無理よ、帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。分かった、やってみよう。絶対に見つからないように気をつけろよ。うまくやるわ。よし、じゃあ明日で肉体労働ともおさらばだな。明日気合い入れてくぜ。じゃ、今晩も美味しいお夜食作ってあげる。スタミナつけなきゃ。なんちゃん、買い出し行くよ。また俺、もうクタクタなんだけど。いいよ、俺が行く。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ。え、ああ。やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ。辛くなかったの？そりゃあまあな。でもどこからが怖くてどっからが怖くねえのか、そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。ふーん、でもわかるよ。私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気、さ早く行こう。うん。
ぞ。さん、はい。よろしく頼む。有意義な会にしてやるさ。よろしくお願いします。
せてくださいよ。株主総会。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ちょっと心配なのですが、ちょっと甘くないですか。ご質問のある株主の方はぜひ。うまくいっていますが、このままで大丈夫ですか。聞いてくれますか。私の意見は甘く、確かに納得しました。ご質問のある株主の方は、もっと頑張るでしょう。ちょっと待ちなさい。経営が甘すぎるでしょう。はっきり言いますけど、そうか。ご質問のある株主の方は挙手を。落とし穴がありそうで怖い。なかなかのやり手の。このままライフを出す。一流あるか。ご質問のある。もっと頑張れるでしょ。会社の人気が低いんですよね。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。落とし穴がありそうで怖い。経営を精査して、なんて反論が。一理あるか。ご質問のある株主の皆さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。経営が甘すぎるでしょう。会社の人気が低いんですよね。今日はここまでにしましょう。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよーしょー。皆さん最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。よっしゃ、どうだ。ランキングがアップしました。
はい。さあ、今日も一挙頑張りますか。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとする。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。いいわね。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやった。